いわゆる核のゴミの最終処分場をめぐり佐賀県玄海町の議会で選定第一段階の文献調査を受け入れるかの審議が始まりました原発を立地する自治体での審議は初めてです玄海町の議会事務局によりますと今月4日、町内の建設や宿泊業などの3つの団体から選定第一段階の文献調査を受け入れるよう請願書が提出されました これを受けて、町議会は今日特別委員会を開き、受け入れるかの議論を進めています。限界原発を抱える限界庁で審議されるのは原発立地自治体として初めてです。文献調査を受け入れた自治体には最大20億円が国から交付されます。一方、佐賀県の山口知事は昨日新たな負担を受け入れる考えはないと反対を表明しています。